日本北海道を法をつく総合振興局を法をつく総合振興局は北海道の総合振興局の一つ。振興局所在地は網走市。2010年4月1日、網走市長に代わって発足した1897年に設置された14市長を旧総合振興局、五振興局へ再編する北海道総合振興局及び振興局設置条例において、 アバシリ支局は唯一解消の提案がなされた。管内で最大の人口を有する経済の中心地であり、国の出先機関に加えて、北海道警察北見方面本部が置かれている、北見市では、旧国名、北見国に由来する北見市長への解消とアバ市からの市長移転を求める意見も多かったが、市長移転に関しては、予算面の問題より見送られ、 アバシリ市のイメージが強い、アバシリ市長に変え、市長管内の多くの自治体が接するオホーツク海から、オホーツク総合振興局の名称が候補に上がる。もともと、オホーツクとは、ロシア語で、英語で、オホーツクと書き、ロシアハバロフスク地方のオホータ川の河口に位置する、港湾都市、オホーツクに面する海を、オホーツク海と呼んだことに由来する。北海道庁が、各自治体へ、 意見紹介を行った際には、他の総合振興局の名称に自治体名が使用されているものはない、地域イメージをアピールできるオホーツクの名称が適切とする意見が相次ぎ、網走市もこれらの意見に対して特に異論を唱えなかったため、2010年に網走市長からオホーツク総合振興局へ解消された。オホーツク総合振興局の自治体位置、北見市、 二、網走市。三、門別市。四、五、大空町。六、美幌町。七、津別町。八、斜里町。九、清里町。十、小清水町。十二、訓熱府町。十三、桶戸町。十五、沙路町。十七、縁丸町。十八、優別町。十九、優別町。二十、滝の上町。二十一、おこっぺ町。二十二、西おこっぺ村。 23、大牟町以下は、オホーツク総合振興局管内における、都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。道内における、オホーツク総合振興局管内の位置網走市長と、同一である。オホーツク管内は、以下の4地域に対別される。4地域の内西門地域に関しては、 同じ予報をつく管内の網走市や北見市よりもそうや、総合振興局の稚内市や上川、総合振興局の旭川市との経済的な結びつきが強いため、管内の他の地域と区別して、道北に含まれる場合がある。また、管内を3区分する場合は、通常以下のように分類される。ただし気象庁の区分では、網走地方に、サロマ町を含め、門別市及び、 門別群を門別地方と分類している。南北に分ける場合は、沿門地方を北部、網走地方と北見地方を合わせた南部の二つに分け、南部を北毛と総称する。北毛地域は、オホーツク海沿岸部と内陸部の南北に分けて、北見市の旧ところ町域を含む前社を、北見沿岸東部、校舎を、 北見内陸とする分け方もあり、この場合は、網走郡の大空町を北見沿岸東部に、津別町と美幌町を北見内陸に含める場合がある。ありがとうございます。